しろ。なんだあんた。ああ、場所変えるか。付き合いとかあるじゃん。逃げていきやがった、うん、友達置いてってよしやっていくか。どうもこんにちは、ゆうまです。龍が如くやっていきたいと思います。すげえ。あ、ピザーラインいいねー。あ、かかってこい。なんそのパジャマみたいな、お前なんて名前だ、野崎、お前そのパジャマみたいなスーツやめろ、お前ダセーから。マジでどこで買ってくんのそれ、邪魔じゃん。あのちゃんみたいな人がいた。オッケー、もうしません、もうしませんから。ねえ、これ見てみえ、これ何の柄、これ何柄。奥のあいつ絶対あれだよね、こいつを連れてきたやるせいで、おお勝手に行くなお前ら。あいつの柄が気になっちゃうね、色相面白いな。やーっとなんか龍が如くらしくなってきたね、いろいろと。すげえな。うわー、なんかいいね、このぐるっと感、ぐるーっとこう回してる、今ちょっと楽しい。あ、ワンタン麺だ、食べたことないけど見たことはある。いいねーいいねー、いいなー、都会で遊びてーなー。僕くっそ田舎に住んでますんでね、もうね、こんなね、大都会行ったらもうね、右も左もわかんなくて、あわあわしちゃうな。お、やばい、サブストーリーっつうのが始まった。もう、この、肩ぶつかったで喧嘩になってたら、もう、スキップします。これが本当の、いや、酒ヤクザ。これが本当の、酒ヤクザ。くらえ。なんかいる。怪しい。サブストーリー始まっちゃうな、これきっと。どうした？お前ヤクザだろ？いや、そうは見えるかもしれんがヤクザだ。そうやってまた俺のことを邪魔しに来たんだろ？おーおー、いきなり荒っぽいな。たちの悪い男。ひったくり、置き引き、痴漢にご用心。うんと、痴漢にはご用心ですよ。おい、たちの悪い男。なんだお前。なしたなした。話を聞かせろ、震える男。大事な取引の商談を邪魔された。あー、なるほどね。ヤクザに取引を邪魔されて、さらにその商談をガチャガチャにされてめんどくせえと。あ、でこのヤクザたちを今度は俺が追っ払えばいいな。オッケーオッケー、多分そんなだろう。うん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 、この高速の文字の中でも俺は分かっているぞ、俺がやる、よし任せろ。うん、龍が如くのサブストーリーなんて、ちゃんとしたムービーないやつはもうしっかりやらなくていいはずだから。うん、はい、どっこいしょ。はい、どうもどうもどうも。はい、あなた。はい、ドーン。はい、はい、はい、はい。やめなさい。亀井さん、ちょっとお断食して。おお、おお、すげえ。ツインワン。ラッキー。やめなさいよ、もう君ら、人の。仇の商売邪魔するな、真面目に。消えろ、早く。うせれ。で、どうだ？ん？社長の名刺。松本、なんて書いてた、今。え？
ゃんとした会社を経営している男みたいだぜ。あら。ヤクザだ、ヤクザだってこいつが勝手に言い張ってただけなのか。まあ、見た目の良し悪しってあるよね。なんだかんだポジティブなやつだな。それくらいの勢いがあれば成功するかもな。まあそうだね、グズグズするよりいいかもね。ヤクザに取引邪魔された、ヤクザにガチャガチャにされたと思って、相手が本当に普通のビジネスマンだった。でもそんな格好でビジネスする方にも問題ありというわけで、こちらの光るアイテムを入手。汚ねえなあ。なんかいる。ああ、誰かって言ってる。何？だしょ、ん、だ、な、このトイレから声が聞こえてるの。声をかけてみるか。かけよう。Hey, boy? Boy. どうしたんだろう。ムビー飛ばないの鬱陶しいな。出した。髪。はい。あ、俺持ってるぞ、多分。葬式のさ、アイテム、あるよね。これ、持ってる手で進んでる？大丈夫？あ、渡そう渡そう。拾ったんだよ、そういえば。あ、ここで繋がる。よくできてるね。2波、2つほど。マジで桐生さんと同じぐらいなんかため息出た。あーんと、ポケットティッシュ、ポケットティッシュ、どっかにあれかな。ちょっと待って、ちょっと待って。俺もう、後ろからも前からも。なんだそのダセーライダース。裸にライダースはダサいだろ、お前。ちょっと待って待って。まずお前だ。お、なんか、なんかやる。お、すごいことした。いけ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 。砕け砕け、そんな奴の頭。オーケー。吹っ飛んでったな。ああ、お金もくれない。貧乏くせえ奴らだぜ。ということは、トイレットペーパーというか、ティッシュ、コンビニ行ってみる？ポケットティッシュとか、あれ？君たちまた再生した？ちょっとスタイルチェンジしようかな。ラッシュ。いや、これ、マジでスタイルチェンジいいシステムだね。前回というか、昔の初代にはなかったから。すごいなんか飽きない。ほらほらほら。ほらほらほら。スピードこそいいね。お、いいな、お前来いよ。やるな、これ。はい、残念。ラッシュスタイル面白ねえ。こいつらに絡まれんの嫌なんだけど、金もらえない。薬局にはティッシュ売ってないかしら。ダッシュ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 。うんちマン助けてあげないと。でも鍵、なんやかんやポケットティッシュって大事だよね。なんだ、ねえ、また始まった。しかもこれ結構ちゃんとしてる。ムービーガール、ヒック。なんだなんだこの。なんスキップできない。何にもしないんだって。じゃあ行けば。何を？おい、この野郎、舞ちゃん、こっちに。うん、あげるよ、舞ちゃん。口の聞き方を教えてやる。舞ちゃん、なんだそれ。なんだよ、そんなんでビビると思ってんのか。ネグリジェみたいな。この酔っ払い。そう。知るか、その。ありがとうございます。格好はどうなんだ。親父超しつこくて。寒いだろ、あとシンプルに。私。
舞って言います。はい、どうも。もしよかったらすぐそこにいいお店があるんです。はい。お礼に一杯おごらせてもらえませんか。わお、もういいんだよりももう絶対こっちに美人の誘いは断らないことにしてるんだ。美人の誘いは断らないことにしてる。もう言ってほしくてセリフ書いてるじゃんこんなの。そんな美人だなんて。でもよかった。もうこれ急に距離詰めてくる女くっそ苦手。もうなんだその格好。それはなんかさ、ソープランドとかから脱走してきた女の格好だよマジで。あとマスターちょっと怖いて。私の店なんです。お兄さんにも気に入ってもらえるといいですけど。私って男の人に甘えちゃうんですね。後ろのあのさ消火器どうなん。ハイブイスト気をつけるようにはしてる。お前の行きつけ出せえよマジで。お兄さんみたいな人とだったら安心して飲めちゃうかも。知るか、勝手に飲め。私ねえ、ダンボールも嫌だって。なんか鼻かゆくなってきた。ゲームからハウスダストアレルギーを感じる男。なんさっきからスキップできない。お兄さんは前のこと、まだあったばかりだがよくわからんな。ああ、わかんねえよそんなもん。うん。なんだお前。だったら、もう少しお互いによく知り合うべきですよね。そう、はい。愛のこと、お兄さんにもっともっと知ってもらいたいな。そうなんだね。隅々まで。おお。普通にや。遠慮しないでね。前のおごり、乾杯しよう。なんで色違いの酒なの。暑い夜に。ちょ、な、俺今さ、白いお酒と赤いお酒があったと思うんだけど、なんで色違うの。一緒の酒だぜ。怖くねえそんなの。今は飲む気分じゃないんだ。え、どうして。いや、トイレットペーパーを探してるんだよな。お客さん、女の子を泣かしちゃいけねえんじゃないのか。ここで飲まねえの。僕の心が、今しっかりとガードを上げました。つつもたせの香りがする。今は飲まない。もうガンガンにデンプシーロールしてやろう。いいよ来い。いい、分かった。俺もあれだから遊んでるわけじゃないから。マスターもこう言ってるし、乾杯しよう。どうぞマスターと飲めば。じゃあ飲んでみろ。したらその酒一杯真面目に飲んでみれ。どうしても飲まないってのか。お前が一回飲んでみろ。睡眠薬だな。はい、この素晴らしい。どうしたのお兄さん。客を眠らせてぼったくる。マグロって言ったが古い手だ。本当にね、人聞きの悪いこと言うね。飲んでみれ。したら頼むから飲んでみれ。いいから黙って。なかなか手が込んでるな。さっきの酔っ払いもか。あんまりわけわかんないこと言ってると。なんだってんだ。ほんとだ。あんま荒っぽいのは趣味じゃねえんだけどな。構うことねえ。よしよしよし、やっとやっとです。上等だ。だんだん桐生さんと俺のテンション感が合ってきた。で、ここはちょっと壊し屋スタイルでもう物をたくさんね、もう物がたくさんあるんで。あ、すごい。私は発見した。この壊し屋スタイルって普通の攻撃の時に近くにあるもの勝手に持って殴ってくれる。つまり丸を押して相手も持つ必要などない。うるさい。このバカどもが。普通の悪口。さっきの床の柄のスーツだったのかなこいつ。わかった、あんたの勝ちだ。はい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 。もうお構
弁してくれ。わかったわかったわかった。口ほどにもねえな。はい、うん、あの詐称ですがご迷惑料ということで。おお、10万円。まあまあまあ、こんなもんで、うん、勘弁していただけないでしょうか。そうだよね。いやでも無理だな、もう10万引っ張れるな。お前ヤクザ相手に何したお前ら。俺はヤクザじゃないけど。もちろんこれだけじゃありません。何？お耳寄りな情報がありまして。おおおお、あのあるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。ラーメン屋。出入りの合言葉は半ちゃんラーメンつゆだく。あとは店の主人が案内してくれます。半ちゃんラーメンつゆだく。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。 F カップの値段。 F か、 F で割られてもな。偉そうなこと言い出し。サミー、レレ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 レン。君はなんだ。なあ、お、マジで最近ちょっと情報というものを仕入れる機会があって。カジノでしょ、多分この3万円ちょろいぞ。買おう。なんだ、北にあるビデオ屋、実は裏でちょっとした商売。なんだろう。あ、待って待って。狙われた人妻？縛ってほしいの。ん？さっきは？半ちゃんラーメンつゆだく？狙われた人妻、縛ってほしいの。オッケーオッケーオッケー。情報はそれだけだ。まあ言えばわかるって。ちょっと情報の質としては低くない、クオリティが。処方箋、ここかな？薬局。あ、待って待って待って。コインロッカーにシンプルにアンテナが高い。入る。トイレットペーパーぐらい売ってんだろ。ほら見ろこれ、売ってるな、売ってるな。トイレットペーパーもう買ってあげよう。俺あそこの公衆トイレに。いらっしゃいませ。トイレットペーパーはございますでしょうか。パラヘールオールエクス。はっ！これでさ、ご飯いっぱい食べれるかも。パラヘールオールエクス。ご飯を食べたい時に使おうかな。じゃあ5本。いや、7本か。あー、なるほど。ちょ待ってよ。ポケットティッシュがあと2つ欲しい。1、2、3、4。待って。1、2、3、4。コンタクトレンズ。俺これさ、なんか多分なんだけれど、後使うと思うんだよね。一個買っとくか。買ってこいって言われるとうっとしいから。ありがとうございます。あ、いや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 、どういたしまして。あれはね、ディスプレイ品だったってことでしょ。ね、ちょっと、うろうろすんのも怖えな、この街。あら、どうされた。おいおい、もう大丈夫か。そんな、やめてあげて。やめな、やめな、そんな小道とはいえこれ、うん、ちょっとやりづらいな。ラッシュパン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 。ガードをしっかりするタイプ。うん、こいつらなんかガードの基礎がすごい。あいつ、ドーン。この、出足早いのいいよな。これ、これ。やってくれるじゃないですか。うん、こいつらガードだけきっちりするなし。明日、タフネスライト。あ、ただの揉め事。ほうほうほう。ちょっと一回邪魔になってきたから使おう。どっかなんか大通りチックなところに行ったらないかな。ポケットティッシュ配ってる人。なんだうるせえなこの野郎。売られた喧嘩買うぞ。オッケー、気持ちいい。
リュウさん左け利き足左か。あーでも左だな。俺どうした、頑張ってみろ。気持ちいい。おお、まあまあこのお金も後々何かに使うでしょうし。ん、あ、なんだそれ、蝶々。わお、ヘラクレスオオカブト。強い。カードゲームにおいてまず大事なのは強いかどうか。妙な被り物をした水着の女が書いてある。どこ行っちゃったんだろう。せっかくゲットしたのに。かわいい少年だな。子供店長みたいな。あの、ん？何？僕たちの間ポケサーと同じぐらい人気なんだ。ちょっと待って、何もついていけないぞおじさんは。昆虫女王メスキングってなんだ。虫キングしか知らない。ちなみに虫キングもやってない。そんなものをやる暇があったらサッカーをしろと言われ続けていた子供だったんだ俺は。またそうだって、おじさんにはやらないからね。これかい、ヘラクレスオオカブトなんて絶対レアだろ。あばばばば、これです、これです、ありがとうございます。偉いでしょ。おじさん、メスキングやったことないんですよね。やったこともないし、初めて聞いたゲームだ。それなら今度あそこのクラブセガに来てよ。だいたい僕はいつもいるから俺に教えてあげるよ、メスキング。こんな夜に子供一人でメスキングやってたら、普通は大人は帰りなって言うんだよ。子供たちを熱中させる遊び、メスキング。時間のある時にちょっと覗いてみるか。まあまあまあ。そういうことに今後なっていきますよと。ドンキーホーテってどこだ？お前それ持ってるもの？ポケットティッシュだ。あ、ごめん。ドンキーホーテにないかな？でも俺普通に買う気でいるのか？さっきからポケットティッシュを。いらっしゃいませ。でもドンキーホーテにポケットティッシュは確定であるよ。あった。ありがとうございます。絶対にあると思ってた。2個だと思う？まあでもいいか、ドン・キーホーテに売っていることが分かったんだ。あとは編集で時の力を超えよう。その苦労は俺がすればいい。ちょっと待ってよ。嬉しいね。あちこち行けるの嬉しいね。さっきどこだった？児童公園、多分ここだな。あ、なんかピンスポットとかさ、まあでもこんな狭い街ならいいか。随分好き勝手言ったね。ん？あ、あれだな、真島さんがいるな。何ですか？スタミナライト、またもらっちゃった。ありがとう。怖いな、このなんかパク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 って口。少年よ、山田、どうだ、バイクだ、これがバイクだ。ほら、ドン。はい、7班で事故ったら普通人は死にます。どうだ、痛いか、味わえその痛み、二度と忘れるな。メンズ TBC まである、すごいな本当に。提供がで、なんか始まったぞ。そこのキリュウちゃん、止まりなさい。真島さんが来るんだよね。うわー。似合うね。何？コスプレが似合うよね。最近バットやドス持って暴れ回ってるやつがおらんらしいので、真島組が見回り。兄さんのことじゃないか。早速、剣物持ってないかチェックや。持ってるっすよー。ドスです。よ、出さんかい。ドスです。ああ持ってるよ、長いぞ。アウト。
あかんな、天下の往来でこんないい危険な物持って何する気やったん。これはおまわりさんの俺としては取り締まりせな筋が通らんわな。何？あんたまさか初めからそのつもりで。言うたやろ、キリエちゃん。筋が取っておったら喧嘩こうてもらうって。あ、そうだぜ。いやー、真島さんにはちょっぴりちょっとこの壊し屋スタイルどんくさくてやってられんっすよ。いや、まずしっかり痛い。まずはしっかりゲージを貯めたいところ。あと画角が非常に悪い。痛い。あっと、すっごいラッシュ。危ねえ。ちょっとまずいな。すっごい待ってね。ちょっと一回肉まんで牛乳も少々。オッケー。牛乳いいね。飲めないんだよな。コーヒー牛乳飲めるんだけれど、牛乳単体になるとムムってなるんだよね。やばいやばいやばい、あぶねえ。くそ、やばい。このいつやるのは真面目に。ま、全然ゲージ削れない。しっかりちょっとバランスよく削ってだ。ガードで間に合うかな。あー、折れちゃった。くそ、やりたいことがあったんだよ。くらえ。にぎ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 、フルスイング。いいぞ、勝てる。これこれ、兄さん、さすがにやりすぎですよ。オッケー、楽しそう。よかったね。少しは昔の勘を取り戻してきた。まだまだや、お前はまだ本調子やない。10年のブランカ相当なもんみたいやんな。当たり前やないか。俺がやり合いたかったアンコロの堂島の竜に戻るまで俺はお前を付け狙い続けるで。次はどない試験か買おうてもらおうかの。いいね。あと8回もあるな。バットを持った真島に10回勝利。狂犬の極みドス。